はい、レオンチャンネルです。2015年の劇場版仮面ライダードライブサプライズフューチャーの上映から約2年間僕はこの瞬間を待っていた。ということで本日6月23日16時から SH フィギュアズ仮面ライダードライブタイプスペシャルがプレ版限定で予約が開始になりました。何言ってるか聞こえてますか？僕が今何言ってるか大丈夫ですか？これちょっと僕今ろれつ回ってますか？そんなわけでやったやった、バンダイさん、バンダイ様、バンダイ様ありがとうございます。バンダイ様、もうこれはお金を出せば買えるんですか？お金を出せばタイプスペシャルが買えるとか、もうこれ実質無料でしょ。これ欲しかったフィギュアが買えるとか、もう実質無料でしょ。やった、もうダークドライブが4月ぐらいでしたっけ、3月4月に予約開始になって、いやタイプスペシャルいつ予約開始になるのよと思ったら、もしかしてこれ出ないのみたいな流れでしたけど、ちゃんと出てくれた、ありがとうございます。もう僕2年間ぐらいタイプスペシャル欲しい、タイプスペシャル欲しい、早く欲しいってもうずっと言ってましたけど、来たこの瞬間が2年間かかったわ。というかドライブもタイプトライドロン自体が結構発売が遅れて、まあでもそれを言ったら無限魂もそうかもしれませんけど、アーツカがだいぶ引っ張って満を持して発売からのタイプスペシャルもちゃんと暑かきましたね。もうでもこれはただ先週かなに判明してましたから、それに向けて僕もタイプスペシャルじゃない、僕もタイプスペシャルになってじゃなくて、サプライズフューチャーをもう一度見直したんですけど、もうめっちゃ面白いっすね。っていうか特にもう最後のエンディングもいいし、終わり方もね、あのキリコと真の瀬のやり取りでエンディングがかかるシーンとかもすごくよくって、まあエイジもかっこいいですし、ダークドライブの正体とかも僕当時絵みたいな感じで予想がつかなくてすごいびっくりしたしね、え、タイプスペシャルもなんかちゃんと見たら3分4分ぐらいしか登場してないんですね。なのにあのなんかインパクト、まあでもそれを言ったらあれか、マハチェイサーとかチェイサーマッハも同じような感じですけど、これであの上空にこう上空に向かってのライダーキックポーズとかも再現できるわけですね。ネクストライドロンとかももうこの流れで来ちゃってもいいような気もしますが、これでトマリシンノスケ関連はいよいよコンプリートかな。まあ、でも、あとは、タイプ、ハイスピードか。あの、シルバーのドライブとかは、さすがにでも、あれ辺はアーツかなさそうなので、多分これで、ファイナルですよね。泊まりしんのすけ。そして、スペシャルページ行こう。もう予約ページの前に。で、今、まだ9時半なんですよ、朝の。なので、予約できなくって、もう、気持ちの方が先で、先にページ開いちゃった感じで。特に詳しい、あ、もうこのページに飛んじゃいますね。なので見ていくと、はい、来たー、予約開始までは、あ、予約開始、もうちょっとすいませんね、もう興奮しちゃってね、わけわかんないんですよ僕も。嬉しすぎて、いや、タイプスペシャルもみんな待ったでしょ、もうすごいいろんな人が、もうそのうちの僕も一人ですけど、でいつ届くの？11月、いいじゃないですか。価格は6264円で本日16時から。で、僕もちょっとまた今日も出かけてしまって夕方に帰ってくるかどうかってとこなので、まあ、帰ってきたらまたすぐポチるか、もう出先でポチるかって感じですが、サンプル画像を見ると間違いないこの完成度ですよ。これ見てください。完璧なクリアパーツの目。そして青ラインのメタリック、キラインのメタリック、シフトブレスに輝くシフトネクストスペシャルですね。いやー、これはすごいぞ本当に。まあでもベース素体はいつものドライブ系をベースにしてますから、プロポーションもいいですし、あー、ラストバトルのアッパーですね、この後に上空に向けてライダーキックをやるわけですけど、
その状態がちゃんと再現できるとポージングして、変身状態からの武器武装状態、ハンドル剣に、あ、信号アックスね、全部映画通りですね。これはでも付属するのかな？付属品を見ると、本体、手首、シフトカーがネクストスペシャル、スピードワイルド、テクニックはホルダーに入ってるもので、あー、武器付属ないんだ。ということは、ここに書いてありますね。パーツを組み合わせて遊べると。ほう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 。まあでも、いいじゃないですか。もうタイプスペシャル買う人はあれでしょ？もうみんな持ってるでしょ？あの、シンゴワックス付属のチェイサーマッハとか、チェイサーとか。なので、もうみんな持ってると思いますので、問題ない。そんなわけで買いましょう！ただ、予約開始前なので、16時まで待たないといけませんが、もうポチったことにしましょう。本体価格が6264円で、送料が540円、総合計が6804円です。ということで、レオンチャンネル、プレ版限定 SH フィギュアツ、仮面ライダードライブ、タイプスペシャルをポチりました！いや、こうなるでしょ。あの、待ってたんだから、2年間もこの瞬間をね。いや、嬉しすぎるわ。これでも僕ポチりましたとか言って、今9時半ぐらいに行ってますけど、あの、この間のスパークのやつみたいに買えなかったらどうしよう。さすがにアーツはそれはないか。ということで、4時になったら速攻で、パソコンでポチるか携帯でポチるかしたいと思います。ではポチったコロナ柄でタイプスペシャルに変身しましょう。変身！ドライブタイプスペシャル。はい、仮面ライダードライブタイプスペシャルに変身完了。さらに、信号アックス召喚。待機音声も聞こうぜ。超特別感。必殺技。必殺。フルスラトールスペシャル。ダークドライブにも変身しましょう。待機音声。変身解除。シフトカーもほんといろいろなものが発売しましたけど、こういうリバーシブルタイプは結局これ一つでしたね。にしても未来型のこのシフトカーもかっこいいっすよね、やっぱり。ちなみにマッハドライバーだと、タイヤ交換特別特別、待機音はこんな感じで、ひっくり返すとシグナルバイク、シグナルバイクでグライダーマッハ、あれ、普通にマッハサウンドだ。
あとブレイクガンナーだとドライブシステム、シフトカーのようなドライブシステム、これはひっくり返してもネクストシステム、あ、でもこっちはネクストシステムに変わりますね。ということで、シフトネクストスペシャル、やっぱりかなり遊べるデラックス玩具ですね。ただこれ単体で発売はしてなくて、サプライズフューチャーセットとして発売しましたから、当時から割とレア扱いでしたけど、とりあえずこんな感じで様々な連動音声が鳴ります。ダークドライブ側の見た目が超いいんですよね。でもタイプスペシャル、バンダイ様発売ありがとうございます。はい、ちょうど4時過ぎに家に戻ってまいりました。予約できるようになっておりますので、予約するからの合計金額は先ほどの通りで注文、はい、問題なくポチれましたので、あとは11月の到着を待ちましょう。